県交渉支援。はーい。すごいね。おー、なんか。ということで4名プラスラブマルで記者会見を行わせていただきます。長い長いシーズンを戦い抜きました、はい、そして先日のシーズン同会では最優秀バックスにも選ばれたということをレポートにも書いてあったと思うんですけども、まずは、チームとしてそして個人として今シーズンの振り返りいただければと思います。まず今シーズンチームとしては、7位という結果に、終わりました、順位としては決して満足のいく、結果ではありませんでしたが、チームとしてはいいところも、悪いところも、あって、ただ、確実にこうチームとしては前に、進んでいる実感を得られるシーズンだったかなというふうに、思っています。で、個人としては僕は10シーズンこのチームで、過ごさせてもらってるんですけど、その中でも自分のキャリアの中でもいいシーズン過ごせたかなっていうふうに、思ってますし、ただまだプレイヤーとしてもリーダーとしてもまだまだ未熟な部分たくさんあったので、来シーズン向けてチームと一緒に自分も成長していければなっていうふうに思ってます。着実にチームが一歩一歩進んでいるというお話がありましたけれども、具体的にどのあたりでチームの成長というのが感じられていらっしゃいますか。今シーズン開幕からこう2連敗してこうチームが始まって、で3試合目のトヨタさんとの試合で勝つことができたんですけど、自分たちが思ってたようなこうシーズンのスタートが切れなかった時に、こうチームがこう下を向くんではなくて、もう一回こう自分たちとしっかり向き合って、自分たちはどういうチームなのか、どうあるべきなのかっていうところにしっかり自分たちと向き合って、しっかり前を向いて、進んでいけたっていう時もありましたし、それはシーズン通して、勝ったり負けたりありましたけど、勝っても負けても自分たちとしっかり向き合って、厳しいことも言い合いながら次の準備に進むっていうところは今シーズンチームとしてすごい良かったのかなと思ってます。今シーズンの戦績から振り返ってみていただいていかがでしょうか。そうですね、はい、2年目のこのリーグワン、僕たち最終順位が7位ということで6勝10敗の7位になりました。先ほど山本選手からもあったようにこの10敗してしまっている中でも、4試合が7点差以内の接戦で、残りの3試合が10点差前後という形で確実にこう接戦が多くなった、粘り強くなったなというのが今シーズン のブラックラムズかなというふうに思っています。で、ただ一方で、今年優勝したその久保田スピアーズさんですとか3位に入ったキャノンイーグルスさん、結構こうラグビーなかなかこう順位変動がないと言われている中でかなりこう歴史が動いたリーグだったなと思ってまして、でその中でやっぱ自分たちがやっぱ望んでいるような結果では全然なかったなというふうに思ってます。はい、相手でバレてしまうんでちょっと前に少し動きを超えたりして、ここでいろいろ番号というのはこの時にどう動きますということを言ってます。そうですね、はい、前に取ったりしますね。信頼してまっすぐ飛んでください。じゃあお願いします。はい、そこで止まってください。はい、フォトチャンス、フォトチャンス、ナイスジャンプ、ありがとうございます。ナイスジャンプ。最初はグー、じゃんけんぽい。グーの方、あげたまま、グー手あげたままにしてください。グー手あげたまま。わかりやすいわ、お前のじゃんけんは。はい、ありがとうございます。後ほどサインを入れてほしい選手を伺いますので、サインを入れてお渡しします。日本人だと
メイン平ですかね、わかんないですけど、ちょっとこの間は調子悪かったんですけど、メイン平うまいみたいです。本日たくさんの方にご来場いただきました。藤井選手も選手もタオルを入れていますね。ありがとうございます。はい、以上をもちましてラグビーチームブラックラブス東京が二子玉川ライズにやってくる 2022-23 シーズン報告会を終了いたします。シーズンを通してたくさんの熱い応援をありがとうございました。来シーズンもご支援そしてご声援をよろしくお願いします。はい、行きます。